レインボーラインは日本の競争は主な勝ち倉は2016年のアーリントンカップ、2018年の天皇賞、阪神大賞展。8月の二歳新馬戦で4位広文を安城にデビュー。デビュー戦は2着。デビューを勝利で飾ることはできなかった。続く未勝利戦も2着、そして2回目の未勝利戦で初勝利を挙げた。続いて、 オープン戦のハギステークスに出走。5等立てと少数は頭の中、4番人気に支持され、3着となった。重賞初挑戦となった東京スポーツ杯2歳ステークスでは、11等立ての9着と大敗を喫死した。続いて出走したのは500万円下の占領賞。幸い秀明を背に2着場サンライズクロムに頭差で勝利した。年明歳初戦は、 新山記念に出走。レースでは中盤あたりにつけるもロジクライの6着となった。続くアーリントンカップでは4番人気に支持された。最後の直線、接戦となったがダンツプリウスに放され新賞。重賞発制覇を飾った。このレースは5着までがすべて同タイムと非常に接戦だった。年明け三戦目となったニュージーランドトロフィーでは、 4番人気に指示された。レースでは後方を進んだが、前には届かず掲示板に乗るのがやっとだった。GI 初挑戦となった NHK マイルカップでは、新たに安城に、福永祐一を迎えた。中段あたりでレースを進め、直線で上がり34.4秒の末足で追い込み、12番人気と人気薄ながら3着に食い込んだ。続いて、東京優春に出走。 12番人気と人気は高くなかったが、レースは中段やや後ろに位置を取り、直線で伸びるも8着までだった。その後はしばらく休養し、札幌記念に向け調整がされた。8月の札幌記念では、コバと初対戦となった。レースでは中段につけ、直線で GI バヌーボレーコルトを交わし、ネオリアリズムの3着となった。なお2着場は GI4 課中まで。 前年の年度代表馬、モーリスが入った。秋初戦は、菊花賞に出走。ここでも9番人気と決して評価は高くなかった。レースでは、いつも通り後方待機の競馬をする。最後の直線では束を次々にかわし、先に先頭に立った里のダイヤモンドには届かなかったが、最後で足を伸ばし、先行した。 エアスピネルとの2着争いの末、同馬に離さで2着となった。その後は、ジャパンカップに出走。このレースには国内外合わせて8頭の GI 馬が出走し、一番人気に支持されたのは2015年の菊花賞、2016年の天皇賞、春と GI2 賞を挙げた北三ブラックとなり、レインボーラインは8番人気であった。レースは、北三ブラックが逃げる展開になる。 しかしそれに競りかける馬はいなかったため、前半1000メートル通過タイムが61秒7と、スローペースとなった。差し馬、追い込み馬には不利とされる、スローペースでもレインボーラインは、後方4番手あたりに位置を取った。レースはそのままスイし、北三ブラック先頭のまま直線を迎えた。レインボーラインは、後方から伸び、6着となった。天皇賞秋に出走。 台風22号の影響で26年ぶりの不良馬場になり、武豊騎士も30年騎士をやってきて、この不良馬場は初めてと語った。レースは13番人気ながら勝った北山ブラックの3着になった。年明け初戦として3月18日に阪神大賞店に出走。京都記念課中幕リンチャーや長距離重賞4賞のアルバートラが集まる中3番人気に押される。 レースでは、後方から最終コーナーで進出して先頭に立つとそのまま、押し切り一着。3歳児のアーリントンカップ以来、約2年ぶりの勝利となった。続く2戦目は、岩田康生を背に、天皇賞、春に出走。前走を評価され2番人気に支持される。最後の直線では、進路を内に取りシュバルグラン、クリンチャーなどのライバルをかわし2着、シュバルグランに、 首差で勝利し、悲願の G1 制覇を果たした。しかし、レース直後ふさまに異変があり、騎手の岩田はすぐ逃げば、ウイニングランは行われなかった。その後、馬運車で運ばれ、右前足箱行と診断された。その後、5月2日に精密検査が行われ、県人体損傷の疑いがあり、経過観察を続けることが発表された。6月6日、 不全つなぎ部浅く県不全断裂により引退。引退後は、優秀スタリオンステーションで、種ボバとなる。ありがとうございます。